健一です。今日は大分のお酒をたらふく飲めるイベント2018年、クラフィッシュ、すごい名前いいじゃないですか。大分イコール焼酎ってイメージが強いじゃないですか。そうじゃないですよ、日本酒もあります。はるばる大分から今回いろんなブースが来てますんで、そのブースごとに撮影をして飲もうかな、楽しみです。では行ってきます。場所はこちらになります。阪急インターナショナル、すごい高いビルですよね。楽しみ。おー、あー来ましたね、大分クラフィッシュ2018年、大分県酒造組合。今回のステンメーカーはこちらです。これめっちゃいい、温泉県大分。あ、今受付しましたけど、めっちゃ楽しみですよ。もう間もなく開くっていう、もう入ったらバン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 飲みたいと思います。いやー入りました。うわ、まあちょっとね攻めていきたいと思います。今年の、はい、あの酒チャイナっていう中国で初めて行ったコンクールがあるんですけど、はい、それで金賞を取ったお酒がこれに、お金賞を取ったお酒、はい、あ、ぜひお願いします。では一番大吟醸いただきます。いや、めっちゃ強みがある。これ、いや、もう新発売で、新発売初めて出したんですよ。はい、ではいただきます。うん、あ、言われる意味がわかる、香ばしい。七つ星に乗ってるお酒、はい、うわこれ飲みたいですね。いや飲みたいです。それも生の原酒なんです。あ、生の原酒ですか。いきます。うん、あ、ね、フルーティーというか、もうほんまにさらっといてますよね。あ、これが七つ星の味か。30倍以上に、この金いただきますか。金、はい、いきますかね。どうぞ。ではいただきます。ふくよかな味わい、いや深みがありますよね。そうですね、スピリッツお願いします、はい、まあ、どっちかというといいチコっていい気やスピリッツを、いやスピリッツが飲めるっていうのはね、なかなかなかったっていうか、思いもつかなかったんですけども、いやもう、もう楽しみです。まさにフルーティー、初代桃助さん、創業者のお名前ということで、お手元の黄色いパンフレットに記載されている、すごい飲みやすいですよね。これは女性でも飲みやすいかと思います。お早めに、あ、大吟醸ですかね。リュウバイと言います。リュウバイ、リュウに梅で、はい、もう本当に幸せです。あの香りが独特な感じなんですけど、あ、うまいわ。25度、あ、金足25度、いただきます、はい、ではいただきます。麦チョコを思わせるような味っていうか、香ばしさがすごいあるっていう味かと思います。あ、無双ですか。双葉山、あ、双葉山、香
香りも華やかです。あ、めっちゃしっかり日本酒。黒麹の裸麦で作りました。裸麦だそうですよ。うん、まろやかで深いです、うん、あの宗樹って読める。あ、宗樹、あ、はい、ありがとうございます。あ、これでもね、初めて味わうこのフルーティー。フルーティーでもいろいろあると思いますけど、このフルーティーさは初めてっていうか、いや、うまっ。はい、上圧麦、はい、あ、上圧麦、あの、これを飲みます。よろしくお願いします。米麹を使ってるという焼酎ということで、味わいがかなり深いと思います。あ、これお願いします、はい。やっぱりでも日本酒うまい。飛行機を使っててですね、はい、あのアラの国際線のビジネスクラスとか日本丸で採用されてるんですよ。すごいです、はい、日本酒を作ってるところだけあって香りも華やかで本当美味しかったです。クボですか。おお、すごい。香りがすごいのに味がしっかりっていうのはもう幸せじゃないですか。大分って感じする。これ訓長です。あ、訓長、あ、あ、お願いします。匂いからしてね、辛口。あ、すごい辛口。好きな方おすすめします。はい、いや、これあの G がすごいですね。これあのこれ何に見えますか。ありがとうございます。花、やっぱりね、個性っていうのはあると思うんですけど、香り高い。はい、では PR お願いします。山水、はい、あ、いただきます。めっちゃ伸びやすい。あー、さっぱりですよね、これは。十王ですね。王様の、あ、これ37度ということです。いや、やばいですね。37度ってなかなかね、飲むことがないっていうね。いただきます。あ、これ後から香るのがすごく甘め。これでもうまいわ。で、こちら純米大吟醸の山田錦、そのチームシリーズの中で最高級のお酒になります。はい、生原酒ということで、これはちなみにこの1本
優しい甘さです。なんかナポリテンとかに合いそう。いただきます。あ、はい、これ上本高木屋ですね。はい、辛口でお米の旨味があります。美味しくいただきました。はい、タイ麺麦焼酎。タイ麺、はい、タイ麺麦焼酎。おあー、もうこれ麦の香りがたまらんよね。飲みやすさより飲み応えっていうの意味が分かります。こちらの商品は芳醇の折り絡みという商品になります。すげえ、あのビア発泡タイプでフルーティー、甘い、甘い。一の井で、あ、一の井でいただきます。皆さん、今度はですね、いやー、これはね、後に大引くね、うまさが。プレミアム焼酎、金谷さんお願いします。いや、匂いが違う。すげえ香ばしい。あ、うまっ。来年10月11月大分で5試合、なんとワールドカップございます。一生に一度が大分に、準々決勝も2試合ございます。ぜひ温泉とラグビーを大分にぜひお越しください。ありがとうございます。大分は焼酎だけじゃない、日本酒もうまいんだっていう実感させていただきました。来年もありますので、よろしければ皆さん来てみてはいかがでしょうか。そして大分に実際行ってお酒を飲んでみてはいかがでしょうかっていう最後の禁止の言葉とさせていただきます。ということで、今回はたらこ飲まさせていただいた禁止でした。大分最高です。大分最高。